ございます。おばちゃんみこです。ただいまの時刻8時半ちょっと回ったぐらいでしょうかね。今日は、奈良県の吉野に来てまいりま来ております。千本桜見に行っていきたいと思います。桜いっぱい咲いてますよ、ね、まだまだここから先名所いっぱいあって、すぐそこの下のところが、下千本なのかな。すごく桜、夜桜も綺麗でした。すごくたくさんお客さんも来てます。ここ世界遺産の一つだそうです。私は知りませんでしたが、ということで今日は一日桜を満喫したいと思います。それでは行ってまいります。靴持ち、もうお店開いてんじゃん。昨日ね、夜ね、お写真撮ったところです。下すごい綺麗、いっぱい咲いてる。七曲り下の線路、下に、吉野駅があります。そこから上がってくる感じなのかな。綺麗だ。あ、コーヒーにする。あ、無料休憩所ってここなんだね。ただいま。ありがとう。ああ、あ、いい匂い全然買ってきた栗よりも絶対うまいよねって思うけど。ここ黒門です。今日は一応ここまで行けたらいいかな。あ、もう吉住のか、そんなあれがあるんだ。西行庵って、でも西行庵ってね。あ、八経とかね。なるほど、熊野神社まで行くやつなんだ。少し急な坂人が少ないのでこっちに行きましょう。今修繕中だから見えるね守ってくれるっていうか、これ以上悪くならんっていうことかね。頭悪いかどうか
病から見舞われないように視力が悪くならないようにとか頭言われてる。あ、そうか、はい、それは残念頭が上がって、これ以上ボケなくて済むとかって話にはならんか。ここで動画の途中ですが、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それと通知ボタン、ベルマークをクリックまたはタップをしていただけると私の動画の通知が届くようになります。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。それでは続きをどうぞ。ここが人目線です。すごい人、もっと早く来ればよかったかな。あ、アイス？本当だ。ここ座ってもいいけど。足元崩れてズルズル。あと落っこちないでください。はい。桜アイスです。いただきます。うん、持ってってあげる。はい、うん、食べちゃって。
11時ですね。11時4分。3時間ですね、ここまでで。吉野山奥の千本です。本当はここにあるんかもしれん。そうだね、鎌倉時代の初めの頃だよね。西行法師が住んだっていうところだよね。結局その前もちょっと山登ってないんで、まあ、ほぼ1ヶ月お休みしてたんで、次結構しんどいです。でも天気もいいし気持ちいいですけどね。ちょっと頑張ります。もうちょいやね。53分。一応今日の目的地到着しました。しんどかった、ね、目的地の、青根が海で到着いたしました、はい。3時間半ぐらいですね、のんびり歩いてきたのでちょっと時間かかってますが、なんとか到着いたしました。お疲れ様です。ちょっと景色のところまで降りて休憩したいと思います。
この方面に進んできます。お疲れ様でした。ようやく、朝通った赤い橋のところまで戻ってまいりました。今日はたくさんの桜を見ることができて、のんびりと過ごすことができました。それではまたどこかのお山でお会いしましょう。ありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram の方も見ていただけたら嬉しいです。